こちら。さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日208回目の今日の表現はですね、Implement。さあ皆さん、意味はどうでしょう。何々を実施するとか実行するですよね。さあ問題はですね、なぜこのインプリメントが実施する実行するという意味につながっていくのか。そのヒントはスペルにあるんですね。つまり綴りでございます。さあ皆さん、インプリメントをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。皆さん、この出だしの IMP 見えますか？出だしの IMP はインプルーブの IMP と同じなんですね。でもちろんインプルーブ、皆さん意味はご存知ですよね。何々を改善する、もしくは改良するというところでよろしかったと思います。そして、イメージをしてください。皆さんの TOEIC のスコアがですね、仮に400点だったとします。いたします。そうすると、その400点、もうちょっと点数を取りたいな、って感じで、改良ですかね。それに励むかと思います。で、当然、改善するには、ぼーっとしてても改善はしないですよね。そうです。行動に移し、そして勉強を実施、勉強を実行するんですよね。もしくはスクールに通ったり、問題集やったりということですから、少なくとも改善するには自分の行動ですよね。自らを突き動かし、そして物事を実行していかなければ改善はしないと思います。ですので、そのイメージを持っていただきますと、インプリメントが実施、実行というところにもつながりやすくなるかと思います。どうでしょうか。で、ちなみに、インプリメントですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト2のパート6、回答冊子144ページにも掲載されておりますので参考なさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアアップ、こちらにつながるようですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。